アシエル・イジャラメン・ディ・アンド・ネギは、スペイン・ギップ・スコア県出身のプロサッカー選手。プリメーラ・ディビシオン・レアル・ソシエダ所属。ポジションはミッドフィールダー。レアル・ソシエダのユースチームでキャリアをスタートさせ、2010年6月19日、エルチェ CF 戦でプロデビューを果たした。2011年1月23日、ビジャレアル CF 戦でプリメーラ・ディビシオンデビューを果たした。 2013年7月12日、レアルマドリードへの移籍を発表した。一籍金は3000万ユーロ以上とも言われている。契約は6年間。だが、レアルマドリードでは選手層が厚く、十分な出場機会を得られなかった。リバプール FC など複数クラブからの関心が伝えられたが、2015年8月26日にレアル、ソシエ大籍が発表された。 レアルマドリードを退団する場合は、フルス復帰が第一の選択肢だったと述べており、移籍金は1700万ユーロで気高ボーナス。契約期間は6年。2017年3月、2018FIFA ワールドカップ、ヨーロッパ予選に向けたメンバーに代表初招集され、同年6月7日のコロンビアとの親善試合で代表デビュー。同年10月9日の ワールドカップ予選イスラエル戦で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。